ここで安倍マネ成田さんと池戸さんとので成田さんがひろゆきさんのモノマネをしていたのはもう見ましたか？で、成田さんと池戸さんの対談切り抜きみたいなのをちらっと見たんですけど、まあ、MMT 的な池戸さんがその要はなんかいっぱい政府支出を増やせば経済成長するんだって言っていて、で、成田先生が、経済成長をしている国だから、政府支出が出せるんじゃないんですか？因果関係は逆なんじゃないですかって言ったときに、まあ答えられなかったっていうのがあって、で、結局なんか、そのお金を配り続けるから経済成長するんだって同じことを言い続けていて、で、成田先生がそれってあなたのことですよねっていう、ボケをするんですけど、なぜかそのボケをみんなスルーしているっていう切り抜きを見ました。で、その MMT の人たちって、まあ、僕も同じような議論で同じようなこと言ったんですよね。要はお金配りまくって、じゃあそれみんながパチンコ屋行ったりとか、働かなかったら、それさすがに社会回んないよねって話をしたら、なんかひろゆきは経済がわからんみたいなことになったんですけど、で、成田先生も同じこと言ってて、で、MMT 派の人が、成田悠輔は経済がわからんっていうことになったんですけど、あれとイェール大学で、経済学の先生なんですよね、成田先生。なので、なんか、イェール大学の経済学の先生よりも経済に詳しいっていうのが MMT 派ってことになってるので、なかなか MMT 派は問題設定がすごいなっていう。僕は素人なので、ひろゆきは経済に詳しくないって言って、ひろゆきを切り捨てるは論理として成立するんですけど、さすがにイェール大学の成田先生が経済がわからないって切り捨てるツイッター上の素人っていう、いやいや、それはさすがに筋悪いんじゃねえのっていうのをやってるんですけど、なんで皆さん期待してください。はい。マイメロバイゼンというしがないミュージシャンです。先日なんたら嘘つくのやめてもらっていいですかという曲を各サブスクや YouTube で配信化しましたが、いかんせん再生数が伸びません。再生数を伸ばすにはどうしたらいいと思いますか？別に面白くないからじゃないですかね、そのタイトルの曲が。で、多分マイメロバイゼンさんが滑ってるのに僕も一緒に滑ってるみたいに見えるんで、僕としては勘弁していただきたい気分です。はい。そうなんですよね。だから僕モノマネやってる人が、たまに滑るじゃないですか。ひろゆきモノマネ動画とかをやってて、滑ってるものを見たときに、僕が滑ってるみたいに見えるじゃないですか。僕別にモノマネしてくださいって頼んだ覚えは一度もないですよ。誰に対しても頼んだことがないですよ。で、勝手にモノマネやって、勝手に滑って寒いことになって、でも、なんか僕が、なんかつまんない、なんか滑ったことをやったみたいな空気になるじゃないですか。ちょっとなんか、どうなのそれって思ったりします。はい、すいません。昔からひろゆきさんは少子化対策の重要性を訴えてますが、もし少子化対策がうまくいって、結果的に日本の人口が10億人くらいに増えたら、それで問題じゃないですか？経済って若者の人口を常に増やし続けないと発展しないの？まず10億人に増えることがないっていうのが前提としてあるんですけど、仮に10億人になりそうだったとしたら、その前で少子化対策止めればいいので、そこまで問題になるんじゃないかなと思います。で、経済って若者の人口を常に増やし続けないと発展しないのというのがあるんですけど、まず、経済を発展しないと今の社会は維持できません。結局じゃあ、江戸時代とかに比べたら、今の民衆ってめちゃめちゃ幸せなんですよ。外国の美味しいものとかも受けるし、食べてる食事のレベルが高いし、で、なんか医療とかも受けられるので、平均寿命とかもめちゃめちゃ伸びてますっていうのがあって、なので、人はすごく幸せになってるんですけど、残念ながら、客対象というのは、同時代の別の国の人なんです。なので、江戸時代の日本人に比べたら、日本人って幸せだよね。だって、昔は飢饉とかあったけど、別になんか、飢饉で食べ物がないから、隣の家の子供を殺して食うとかやらなくてよくなったじゃん。だから僕たち幸せだよねって言われて、うん、そうだよねって人ってなかなかいないと思うんですよ。なので、経済発展っていうのが外国がし続ける限り、他の国のものが自分たちも欲しいという風になってしまうんですよね。ブータンという国が割とインターネットが普及する前に、自分たちの国は幸せだよねと思ってたんですけど、インターネットが普及したことによって、自分たちの国というのは他の国の人たちが持ってるものが手に入ってないから不幸じゃないかと。なので借金バンバンしてでも他の国のもの買いたいよねってなっちゃって、結果として不幸になってしまったんですよ。なので、アダムとイブがリンゴを食べて不幸になったように、やっぱり知識を得て、自分たちが幸せではないというふうに感じてしまうっていうのは、人は受け入れるのがなかなか難しいんですよね。
仏教徒みたいな形で樽を知るとか、まあ別にどうせ人は死ぬんだから、なんか豊かな生活とかしなくていいっしょっていう形で、生きられる人たちはいいんですけど、なかなかそういう形の考えで生きられる人は少ないので、結果としてやっぱりより豊かな生活を目指しちゃうんですよね。だから給料は毎年上がった方がいいし、で、毎年給料が上がらないと子供育てられないしってなるので、経済成長が必要だよねってなっちゃうんですよ。で、若者が重要というより、労働者が重要なんですよ。で、言葉を選ばずに言うと、年金を払わな、えっと、今の若い人たちが支えなければならない高齢者がいないのであれば、別に若者が大勢いなくてもいいんですよ。例えば今、日本の人口の3割が年金受給者なんですよ。で、0歳から20歳ぐらいの人たちが、確か、11%からだったかな？なので、働くことができない人っていうのが、年金もらってる人が33%で、11%が子供で、なので44%で、で、残りの56%の人たちっていうのが、一生懸命働いて、残りの44%の人を育てなきゃいけないんですよ。まあ、子供は育てたら、そのうち労働者になるかもしれないですけど、高齢者の人たちって、別に生きてたとしても、働けるようになったり、稼いだりする可能性は、ほとんどないんですよ。まあ、柳瀬隆さんみたいに、いきなりアンパンマン描いて60歳から大儲けっていう人が、いないわけではないですけど、まあ、基本的にはもう働いてる人たちの富をいかにこう吸い尽くすかっていう状況になっちゃってるので、なので高齢者負担が大きいので、結果として若い人たちはより稼がなきゃいけないんですよ。で、昭和の時代とかであれば、別に高齢者の割合はそこまで高くないので、自分たちで稼いだお金を自分たちの世代で使うってことができたんですけど、自分たちの稼いだお金を自分たちの世代で使うためには、もっと稼がなきゃいけないよねっていう罠にはまってしまってるので、なので、ずっと経済成長しないといけないよねっていうのがあるので、経済的に豊かな状態を維持するには、より多くの若者が生まれて、より多くの労働者が増えるという環境にしないといけないですね。で、中国はいつか失速するよう、なぜなら中国も高齢化が進んでるからっていう人がいるんですけど、中国と日本の大きな違いは、中国人は年金を払う必要がない。高齢者は勝手に死ねって中国人は思ってる。一応支えなきゃいけないよねっていう儒教的な感覚はあるんですけど、それを税金で高齢者のお金のない人に払わなきゃいけないよねという価値観が中国とアメリカにはないんですよ。なので、高齢者で自分の貯金とかを持ってなかった人は、それはあなたの人生で選んだ選択肢でそうしたのですから、それは僕たちの世代が支えることではありません。僕たち個人は個人として生きる社会ですっていうのが、まあアメリカとか中国の考え方なんですよね。なのでそういう考え方ではなくて、高齢者の人も、やっぱり日本人として支えなきゃいけないよねという限りは、やっぱりなかなか他の国と比べて日本人はきつい状態が続くんじゃないかなと思います。